このクリップではスナップガイドの表示をフィルタする方法とその理由を説明します。アーキケドは明確に、また潜在的にスナップ参照としてマークされたテント編に基づいた様々なタイプのスナップガイドを提供します。複数のスナップガイドが明確もしくは潜在的にマークされたスナップ参照に提供されるため、全てを同時に表示すると画面が多くのスナップガイドで見づらくなってしまいます。 このため、アーキキャドはスナップガイドの表示をフィルターします。一例を見てみましょう。ポリラインの角をドラッグします。アーキキャドはこの場合、角から基づく2つの辺と角の点をすべて潜在的にマークされたスナップ参照としてみなします。カーソルをドラッグした角のあたりで動かすと、スナップガイドが X と Y の四軸の方向、 増加する角度2つの辺の拡張2つの辺のどちらかへ垂直方向に2つの辺の間の角度分割線へ スナップガイドが提供されますこれらのスナップガイドからアーキ c a ドはカーソルに一番近いスナップガイドを表示しますカーソルを動かすと予測されるスナップガイドからドラッグされた点を通る現在のカーソルの位置に一番近いものを表示しますルールはスナップガイドを起点とする各点に対して一つのスナップガイドのみを表示するということです 多数のスナップ参照がある場合、アーキケドは一つのスナップ参照点に対して一つのスナップガイドを表示します。この例では、スナップ参照としてマークされた二つの線のセグメントとホットスポットがあります。明確にマークされたスナップ参照点の他に、それぞれの線セグメントの二つの最終点が明確なスナップ参照点、 また、二つのマークされた線のセグメントの交差点から角度分割線が発生します。従って、スナップガイドが表示される点が合計6点あり、最大で6つのスナップガイドが表示されるということになります。現在のカーソルの位置で3つのスナップガイドが見えます。マークされたスナップ参照点を通る X 軸、左のマークされた線の上部最終点を通る Y 軸と、 マークされた線の左の最終点を通る垂直の線です。カーソルを動かすと、少数または多数のスナップガイドがカーソルへの距離によって表示されます。他の点に基づく平行のスナップガイドがお互いに近いときは、もう一つ追加のフィルターが実行されます。この例では、 スナップ参照線の2つの最終点を起点にする X 軸と、スナップ参照点を起点にする X 軸は、どちらもカーソルに近い場所にあります。このような場合、アーキケドは平行なスナップガイドのどれか1つを表示し、カーソルの位置に一番近いものを選びます。